ニートぼっちのあずきちゃんです。今回はなんと前回の東京駅ぼっちシリーズの続きでございます。前回は美術館と、喫茶店を巡った Vlog を撮ったんですけども、私は喫茶店だけじゃお腹いっぱいになりません。ということで、東京駅はいろんなお店があるんですけども、その中の目白押しの一つ、東京ラーメンストリートという場所に行きたいと思います。そこはいろんなラーメン店が集結している場所なんですけども、ラーメン大好きな私は東京駅に来ると必ず東京ラーメンストリートに寄ります。今回は俺式豚骨ラーメン店にお邪魔しました。それでは券を買っていきたいと思います。照り焼きチャーシューに卵をつけちゃいました。美味しそう。じゃーん。もうめちゃくちゃ美味しそう。優勝。いただきまーす。とっても美味しかったです。麺はね、固めにしてもらいました。私はいつも麺は固めにしてます。まあね、味はね、何でも、全部ラーメンは何でも好きなんですけど、特に豚骨が私は一番好きです。肉食っていう。結構濃い味が私は大好きで、豚骨みたいに濃い味が大好きです。で、このね、チャーシュー、もうめちゃくちゃ美味しかったです。分厚くて、ちょっとめちゃくちゃ美味しくてびっくりしました。東京駅に来たらほとんどね、東京ラーメンストリートで私はご飯を食べることが多いんですけども、またね、来たら新しいお店がたくさんありました。結構ここの東京ラーメンストリートは、なんかいろいろね、ラーメンが変わったりとかして、すごくラーメン好きには楽しい場所だなって思います。いろんな味の種類があるので、絶対に好きなラーメン屋さんに出会えると思います。東京ラーメンストリートで豚骨ラーメンを食べるのは私は初めてでした。私はね、一人でもラーメンも全然いけちゃうんですけど、皆さんはどうですか？ラーメン行ってほしいっていうリクエストコメントもあったんですけど、そのコメントをいただく前からもうね、この動画を撮ってました。なので、また行ってほしいところがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。このね、ラーメン食べてる姿のね、動画を自分で見て思ったんですけど、私ってね、噛み癖があるんですよね。右側でね、食べちゃうんですよ。右派で食べちゃうからね、右のね、エラっていうんですかね、ここが発達しちゃってね、筋肉が右だけめちゃくちゃ発達しちゃってるんですよ。噛み癖を直したいんですけどね、なかなか治らなくて、どうやったら治るんだろうって意識すればいいんですけど、なかなかこう好きなものを食べてる時に噛み癖のことまで意識がね、遠のいちゃって、なかなか治りませんね。この時ね、後ろのお客さんがなんかすごいカメラガン見しててね、モザイクかけました。すみません。ちょっと多分、なんで撮ってるんだろうって思われちゃいましたね。スープまでしっかり飲み干しますよ。これもスープも美味しいんですよね。もう全部美味しい。みんなはチャーシューとか卵は先に食べる派ですか？後に食べる派ですか？私は結構我慢できなくて先に食べちゃう派です。金銭的にも毎日ラーメン屋さんには食べに行けないので、お家にいる時はインスタントラーメンをよく食べてるんですけど、こういうチャーシューとかね、この美味しい煮卵とかはなかなかこのラーメン屋さんに行かないと食べれないので、やっぱり本場は違いますね。この卵めっちゃ美味しかったです。豚骨ラーメンが私は好きなので、お家ではよく豚麺をね、いっぱいお家にストックしてあります。豚麺は普通のカップラーメンに比べるとやっぱ小さいからそんなにカロリーも少ないので、私は結構昼夜逆転してるので、夜中の3時とか4時ぐらいに豚麺を食べて小腹を少しでも満たそうとしております。豚麺は美味しいですよ。最後に東京駅の名物キャラクターストリートに行って、ミッフィーのお店でミッフィーのお友達の黄色いクマを買いました。可愛くてカバンにつけてます。バイバーイ。